この予算でね。はっきり言ってね。あのね、お嬢さん、この辺りはね、交通も便利だし環境いいから人気なの。この沿線でその予算だと、もっとずっと下らないと。あ、一ついいところがあるよ。男子禁制門限午後9時ってところだけ我慢できれば。だよね、人気ないんだ最近。でもあとはちょっとね。おう、ちょっとごめんよ。お嬢さん、喜びな。希望にぴったりな物件、今出たよ。川沿いのマンションの7階、家賃5万、敷金礼金0。ええ、ただしここ相当古いし、エレベーターがないんだけど。それは、ああ、そう、それはね、ああ、そうそうそう、隣がうるさいんだってさ。ねえ、いいよな、あの件は隣の部屋のことだし。ええ、何でも。じゃあ行ってみよう。どう？めったにないよ、こんな物件。じゃあ戻って契約書作って明日には入れるようにしよっか。じゃあ行こうか。ほらハチ、先行くぞ。ったく、トロいな。そんな、待ってよ、ナナ。あ、ちょっとあんたたち、707の人？お？あ、はい、そうですけど、何か？あんたら夜うるさいって、隣引っ越したんだ。今度新しい人入るから気をつけてよ。あ、出てったんだ、山田の腰巾着。根性ねえな、あの程度で。ナナ、ダメだよ。すいません、以後気をつけますので。頼むよ。で、こちらが。嘘みたい、すっごい偶然。私が小松ナナで、こっちが。ああ、なんで私がハチなんだよ。あ、それは私のこと。二人ともナナだと紛らわしいから。あ、だからナナとナナじゃ区別がつかないから。あ、だからね、なんていうか1号2号っていうのも変だから。単にこいつ犬っぽいからハチ。で、私が大崎ナナ。よろしくね、ナナちゃん。ってことだね。悪い、ちょっと急いでるから。あ、そうだ、これも何かの縁だし、今度遊びに来てよ。あ、私たちもだよ。でも、友達来るから寂しくないよ。だからうるさいんだな。あ、気をつけます。ねえ、ナナ、来てもらっていいよね。あんた、打てる？麻雀。じゃあ決まり。
明日の夜麻雀大会やるから来なよ。ちょっと麻雀なんかやってるから。いいだろ、隣も一緒なんだし。いや、そういう問題じゃなくだね。はいはい、気をつけます。じゃあ急ぐから。おい、ハチ。うん、じゃあ明日待ってるね。タク、何考えてるんだか。いらっしゃい。うん、みんな集まるの意外と早くて。入って入って。ツモ、6000オール。嘘、もう嫌、勘弁して。うわ、マジ強い。こいつ通貨性格悪。
一並べなら誰にも負けねえのに。一並べ流行ってんだよ今、マイバンドブーム。ツアーの合間に夜な夜な七並べ。元はといえば直樹がトランプなんか持ってくんのが悪いんだよな。修学旅行じゃねえっつの。おいナナ、くんのおせえ、迎えに行こうかと思ったよ。んじゃ早速この卵かき混ぜんのかばって。よろしく。なんか七並べがすっごくかっこいいゲームに思えてきた。面白いの？七並べって。え？知らねえの？どういう人生歩くと七並べを避けて通れるんだ？俺もその辺すげえ聞きたいんだけど、シーン。教えてよ七並べ。もう麻雀飽きたし。冗談じゃねえ。こっちはうんざりなんだよ七並べなんか。正真正銘の本物。来たのなんて初めてだよ。私も驚いてるよ。生たくみが私の部屋にいるんだから。しかもこんなに至近距離。し、飽きたんなら変われよ。あたしやる。あ、俺か。じゃあ俺変わる。便所どこ？ね、あそこ。ねえ、ナナ、一緒にやんない？麻雀できんでしょ。し、お前ナナと変わるって。あー、ほら、グダグダ言わずにどけ、この未成年。じゃあ勝ち逃げ。ほらナナ、ここ座った座った。よろしく。ナナだっけ？じあ、悪い、変な意味ないから。ノブ、お前なんか変な想像でもしてたんだろ。バカ野郎、んなことねえよ。なんだ、ナナに惚れたのか？俺はただ良かったと思ってたな。何がだよ。それは弱そうだもんな。少なくともシーンよりは。そういうことか。ま、さっさと始めようぜ。ああ、おい、そうスパスパタバコ吸んじゃねえ。他人の吐いた煙の方が喉に悪いんだ。ちょっとは協力しろよ。
まあボーカルだからな。まだ辞めて数日。今更だろ。うるせえ、今からでも遅くねえんだよ。あのさ、血は喧嘩ならよそでやってくんないかな。入る。じゃあ僕入る。あ、ヤスさんかな。ハチ公出て。やっと来たか、おせ。ダメだ、また負けそう。俺が出る。ヤス、久しぶり、元気？相変わらずツルツルね。タクミ、なんでお前がいるんだ。仲良し。ん？もしかして隣の。いつもご迷惑をおかけしているようで、何かありましたら私まで遠慮せずにおっしゃってください。あ、ヤスは弁護士の卵で、ナナの保護者。同級生？ああ、中学は同じで、つっても別に仲良くなかったけど、つうか仲良くしたくもなかったし。何？あはははそんなの初耳だけど。だってお前、それ人としてどうよっつうくらい無茶してたよな。よく念書送りにならなかったね。君と違ってデリケートだから、傷だらけの青春だったんだよ。で、高校は別々だったんだけど、それぞれバンド始めて、対バンとかで顔合わすようになって、親しくなったのはそれからかな。狭い街だからね、ライブどころかスタジオとかでも普通に会っちゃうし。俺さ、その頃よくライブハウス通ってたけど、やっぱトラネスは印象に残ってたよ。すげえ歌の上手い女がいるなって。歌だけ？いや、もちろん演奏も。気をつけろよノブ、匠は凶暴だぞ。ノブさん、レイラのファンなんだよね。ああ、そうなの。じゃあレイラも呼ぶ。え？電話してみるよ。いや、でも俺緊張するし。つーか、あいつ麻雀できねえじゃん。つーか呼ぶな。できなくてもいいよ、会いたいな、レイラに。私も。ああ、でもヤスは呼んでもいい？レイラ。俺はいいけど、あっちはどうかね。じゃあヤスがいることは黙っとこ。ほら、ちょっと待って、何今のやりとり。ヤスさん、レイラとなんか訳ありなの？いや、なんでもない、気にすんな。知らないの？知らない？何？ダメだ、出ないや。残念だね、ヤス。うん、うまいね、このトマト。話をそらすな。いいじゃん、昔のことだし。付き合ってたんだよな、レイラと。え？
う信じらんねえ。ヤスさんもレンもなんでそう二人して隠し事多いかな。また俺だけ仲間外れかよ。別にそんなつもりは。いちいち言わねえだけで。言えよ。だって付き合ってたのはレンと前のバンドやってた頃の話だし、お前らと知り合う前には終わってたんだ。わざわざ話すこともねえだろ。どのくらい付き合ってたの？いいじゃねえか、もうちょっとの間だよ。あ、ううん、食器下げてこようと思って。大丈夫。どうしたのかな。いや、ハチ、途中で様子変だったから。俺たち内輪話ばっかしてたからかな。麻雀もできないみたいだったし。おお、ナナ頭いい。シンも誘ってやるか。ハチの番だよ。どうしたの、ぼーっとして。あ、ごめん。やる気出ないよね。トランプなんて子供の遊びだよ。お前がやりたいっつったんだろ、七並べ。うん。ハチ子、ビール買い置きなかったっけ。全部冷蔵庫に入れといたけど、もうないの。ノブ、てめえ買ってこいよ。ビールとワインと日本酒と焼酎。なんで俺飲んでねえのに。他に誰が行くんだよ。なあ、ナナ。なんだよそれ。くそ、やっぱ飲もうかな。なんか携帯に呼び出しかかって急用だって。女かな。女だろ、あいつのことだし。女、なんで私が戻るまで引き止めといてくれなかったのよ。ナナのバカ。匠のことは諦めろ、ハチ子。どうやら透けこましらしいぞ。そんなことはいいの。ああ、それでもいいのね。じゃあ好きにしろ。なくて、別れ際にサインもらおうと思ってたのに。そういうレベルの話かよ。泣くな、ハチ子。サインなら俺が匠にもらっといてやるから。ハチ子、ください。誰でもいいのかよ。たくみさんがいなくなってやっといつものハチらしくなったね。緊張してたんだな。キャッ、私も。嘘つけ。そうなんだ。なるほど。途中参加だから何とも言えないが、楽しめなかったってこと？それはよかった。ああいう奴らだから気負わずに付き合ってやってよ。
はい、よろしくね。なるほど、一人暮らし始めたばかりね。朝はちゃんと起きられるかな。じゃあ今までアルバイトの経験は？今日はわざわざ来てもらって申し訳なかったね。今回は縁がなかったということで他を探してもらえるかな。あなたがこのお店で働きたいってか？分かってるでしょうけど、夜のお仕事よ。深夜近くになることもあるわ。その点は大丈夫なのかしら。それじゃ、頑張ってお店を盛り上げてちょうだい。今女の子いなくて困ってるし、即入店してもらいたいわ。いつ働けるのかしら。シフトに穴開けないようにお願いするわ。
あら、どうしたの？今日はシフト入ってないでしょ。いつ？代わりの子がいる日ならいいわよ。その日ね。いいわよ、そんなに忙しい日じゃないし。今お掃除してたの。ナナが出かけてるうちにって思って。うん、あ、上がってよ。で、どう？お部屋片付いた？そっか、今度遊びに行ってもいい？あ、いいね。ってダメ、食器洗わなきゃナナに殺される。うんうん、行く行く。うん、
来てるの？いいわけないでしょ。常識考えなさい。もう今日は帰りなさい。そんな服でうろうろされたら迷惑よ。はい。あ、お前か。どうした？大丈夫。上がって。ハチ子の泣き言聞いてたから眠いだけ。ああ。仕事の愚痴が中心だけど、あれこれ止まらなくなってさ。ったくよ。何がおかしい？そうかな。あ、いや、私、親しい女友達っていなかったから、どう付き合えばいいか、いまいち分かんなくて。あ、そう、朝まで愚痴聞くの変わる？やっぱり